はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日からですね、また新しいシリーズをお話しさせていただければと思います。はい、本日からはですね、はい、美容ダイエットアンチエイジングに効果絶大なお茶についてですね、お話しさせていただければと思います。はい、まあ、普段ですね、本当にこうお茶だったりとか水分補給といったところで、やはりですね、どういったものを取ればいいんですかっていう質問って結構ですね、私受けるんですね。そういったところでもう私がこう必ずおすすめするお茶っていうのがあってですね、そのお茶についてですね、ご紹介させていただければと思います。まずですね、どんなお茶なのかっていうとですね、まあ知ってる方結構いらっしゃるかと思うんですけども、まあ、ルイボスティーですね。ルイボスティーです。はい、ルイボスティーですね、まあ、あの飲まれている方最近は結構多いかと思います。本当に美容だったりとかですね、はい、ダイエットだったりとかアンチエイジングだったりとか、そういったところをですね、こう気にされてですね、気をつけてですね、ルイボスティー飲まれている方結構いらっしゃるかと思います。はい、まあ、こういったところのですね、ルイボスティーってすごく本当に、まあ、美容とか、ダイエットとかアンチエイジングにこう効果あるんですけども、それ以外に本当に健康効果ってとてもとてもですね、多いんですね。そういったところをですね、これからお話しして いければなというふうに思っているんですけども、今日はですね、まあ、ルイボスティーっていうのは、まあ、何ぞやっていうところをですね、しっかりですね、ご存知の方と、あんまり知られない方いらっしゃるかと思います。で、知っている方でもですね、あ、そんなところこと知らなかったっていうところもですね、今日お話しできるかなというふうに思いますので、ぜひですね、このルイボスティーっていうところをですね、まずこうルイボスティーって何なのっていうところをですね、知っていただければと思います。はい、まずですね、このルイボスティーっていうのは、まあ、どこでできるのかっていうのがですね、実は決まっているんですね。はい、ある場所でしか作られないんですね。で、それが南アフリカ、アフリカ、まあ、共和国、南アフリカ共和国といって南アフリカ大陸の一番下の国ですね。はい、一番下の国の南アフリカ共和国のですね、セダルバーグ山脈っていってですね、セダルバーグ山脈、これ覚えていただかなくて結構なんですけども、セダルバーグ山脈という山の上でできるんですね。で、そこしかないんですよ。そこだけなんですね、ルイボスが育つっていうのは。すごく面白いですよね。他のお茶だったりとかですね、まあ、コーヒーだったりとか、そういったものって他のところ、いろんな世界でいろんなところでできますけども、ここだけでしか作られないんですよ、ルイボスっていうのはですね。で、ルイボスっていうのは、まあ、ハーブの一種です。ハーブの一種でですね、まあ学名っていうのがですね、アスパラサスリネアリスって言ったりするんですけど、まあ、これは本当に覚えていかなくて結構です。はい、まあ、このですね、なぜセダルバーグ山脈でしか作られないかっていうと、条件があるんですね。これはですね、まず条件として乾燥していること、乾燥していて、で、乾燥していて、朝とですね、朝と夕方の気温差、気温差っていうのがですね、これがですね、30度以上必要なんですね。30度以上ある気温差が必要って、本当どんだけですね、こうそういう厳しいのが好きなのかなっていうところなんですけども、本当にそういう厳しい環境下でないと逆に育たないっていうのが、このルイボスのですね、特徴なんですね。面白いですよね。そういったところ、まあ、本当にすごく厳しい状況下でないと、まあ、育たない。で、かつ紫外線がとってもとってもこう強い場所なんですね。山脈が山の上でですね。で、紫外線っていうのはですね、やはり植物に有害なものなんですね。紫外線に対してこうしっかりこう勝つというかですね、生き抜くために、それに対して抗酸化力っていうのが、まあ、作られるわけです。よくポリフェノールって言いますよね。
植物にはポリフェノールっていうものが含まれているんですけども、この紫外線がすごく強い場所で、これだけこう厳しい条件下の中で生命力なのですごく強い植物になるわけですよね。あのアスパラサスリネアリスはですね、はい、まあ、ルイボスですね、抗酸化力がとても強いお茶になります。はい、といったところでですね、まあ、このルイボスっていうのはさっき言ったアスパラサスリネアリスはですね、まあ、現地の言葉でですね、アフリカンス語っていう現地の言葉があるんですけども、それがですね、赤いヤブの奇跡って言われている、赤いヤブの奇跡って言われている言葉が、まあ、ルイボスっていう意味だそうです。はい、これは調べました。はい、まあ、そういったところでですね、抗酸化力が強い、こんな条件下で作られて紫外線がとっても強いところで生き抜くために生命力がすごく溢れている植物だっていうところをですね、覚えていただければと思います。で、かつここのセダルバーグ山脈の土壌ですね、土壌にはすごくですね、ミネラルが含まれているんですね。はい、まあ挙げるとするとカルシウムだったりマンガンだったりとか亜鉛だったりとかですね、はい、あとはセレンだったりとかですね、マグネシウムだったりとか、あとは鉄分だったりとかですね、はい、そういったすごくですね、人間の健康とか美容にですね、こう役に立つミネラルですね、ミネラルがとても豊富に含まれている。あとは先ほど言ったこの抗酸化力ですね、やはりルイボスの一番の特徴、抗酸化作用がとても強いんですね。これがですね、よく SOD って言われる成分になります。はい、これがですね、まあ、スーパーオキシドジムスターゼって言うんですけども、ちょっと書くと時間かかるんで書かないですけども、SOD っていうですね、まあ、抗酸化作用がある成分がですね、とても多く含まれているんですね。要はポリフェノールですよね。はい、ファイトケミカルって言われるものです。はい、ルイボスに含まれるポリフェノールっていうものが、まあ、SOD って言ってですね、スーパーオキシドジムスターゼっていうものが抗酸化作用ですね。要は活性酸素を除去してくれるっていうですね、作用があるわけです。だからこそ、まあ、本当に長寿のですね、その現地の民族のですね、方たちの長寿の不老長寿のこう飲み物というかお茶っていうふうに言われていて、まあ、世界に今広がっているっていうところなんですね。まあ、本日の動画をまとめると、まあ、ルイボスっていうのは南アフリカ共和国のセザルバーグ山脈だけで作られる。で、かつこういうですね、厳しい状況下でできるので、こういう抗酸化力がすごくあってですね、まあ、マグネシウムとか亜鉛といったミネラルが豊富っていったところで美容とかダイエット、アンチエイジングにすごく効果絶大なんですよっていうお話をさせていただきました。次回以降はですね、じゃあ具体的にどういった効果があるのか、効果効能があるのかっていうところをですね、順々にですね、お話しさせていただければと思います。で、この効果効能っていうのが本当にたくさんあるんですね。本当にたくさんあるので、思い浮かぶだけで10個くらいあります。それをですね、まあ、順番に丁寧にお伝えしていけばいければと思いますので、ちょっとルイボスティーシリーズですね、これからしばらく続きますので、楽しみにしていただければと思います。また効果効能が終わりましたら、じゃあ実際どういうルイボスティーを選べばいいのか、いろいろありますよね、ルイボスティーでも選べばいいのかとか、正しい飲み方とか、そういったところもお話できたらなというふうに考えていますので、ぜひですね、YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。もしご質問等あればですね、下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。無料でお答えいたします。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。